行こう。スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前からお兄さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし。よし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか。スメイルシティは見えなかったとしても、あ、ちょっと待った、あそこ通行人がいるぞ。ひひ道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きたいんだけど。あれ、聞こえなかったか？おーい、そこの人、悪いけど。どういうことだ？オイラたちが呼んでるのは、ふん。まあ、そけない態度だったけど。そしたら、また他の…ほら、バレないようにこっそり追いかけようぜ。いざ。風の赴くままに。この洞窟は村に…見ろ、あそこに座ったぞ。どうする？もう一回あいつに聞いてみるか。そうだな、せっかく出会った通行…あれ、なんかすっきりする匂いだぞ。あの航路から出てるやつだな。
焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったらきっと大丈夫だ。あ、起きたか。あ、よかった。やっと目を覚ましてくれた。ここは、ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩。こんにちは。私はコレイ。いやいや、私は何もしてないよ。ところで、具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは、師匠が調合してくれた。あ、そうだ。お前の目が覚めたら。コレイ、どうした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。後で僕。ごめんなさい、師匠。アビディアの森、食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら。本当に。今月だけでもう2回。まあ、もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだ。どう？元気になった？これが私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあって、君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。そのお香は大半の人には。そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば。なるほど。コレイ、とりあえずパトロール日誌をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。え、どうして？もうしばらく彼女たちには僕の部屋に泊まってもらう。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極め、さっきの君の話によると、それでも深刻と思えないなら、これを書いて。おい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ。今はちゃんと意識があるかもしれないけど、それにここには多くの猛獣。しばらくは毎日時間通りに薬。もうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はぁ、なんてこった。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちはオイラにもわかるけど。おい、オイラの話を聞いてるのか？オイラ心配してるんだぞ。変？お前のか。ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でもあれが幻覚じゃなかったらな。今あいつはお前の病状。え、じゃあ。なるほど。だったらここで静かに。でも直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。もうコレイはオイラたちに親切だしいいかも。